NGC7027 は白鳥座の方角に約3000光年離れた位置にある非常には各密度の高い惑星状星雲である。マルセイユ天問題の31インチ反射望遠鏡を用い、1878年にエルアル・ステファンが発見した。基地の最も小さな惑星状星雲の一つで最も盛んに研究されてきた。 NGC7027 は、光学波長で最も明るい惑星状星雲の一つであり、約600歳である。非常に小さく、典型的な惑星状星雲の大きさが1光年で、あるのに対し、わずか0.20.1光年の大きさである。非常に複雑な形で、イオン化ガスの楕円形の領域が中性の雲に含まれた構造をしており、 ガスとゴミでできた透明で扁平な楕円形の殻と、その内部のクローバーの葉のような形の光、分解領域で成り立っている。NGC7027 は秒速 17km の速度で広がっている。NGC7027 の中心領域は X 線を放射していることが発見され、これは非常に高い温度を示唆している。NGC7027 の中心の白色矮星は、 放着円盤を持ち、それが高い温度の源として働いている可能性がある。白色矮星は約0.7太陽質量で太陽高度の7700倍の放射を行っていると考えられている。NGC7027 は現在は外装の分子が構成原子に乖りしついで原子がイオン化する惑星上成分の進化における短い段階に差し掛かっている。 NGC7027 の拡大しつつある波炉は太陽質量の約3倍の質量を持ち中央の電離領域の約100倍も重い。NGC7027 のこの質量喪失は太陽の数倍の質量の構成が超新星爆発による破壊を免れうるという重要な証拠となっている。NGC7027 は中央の厚い構成に起因する高度に電離した。 スペクトルを持つ。この星雲は炭素に富み、強い紫外線照射にさらされた濃い分子雲における炭素化学の興味深い対象となっている。NGC7027 のスペクトルは通常の惑星上星雲のものと比べ中性分子に由来するスペクトル線が少ない。これは強い紫外線放射によって中性分子が破壊されるためである。この星雲は イオン化エネルギーが非常に高いイオンを含む。NGC7027 では、星間空間に存在すると信じられているが、未だ確認されていない、水素化、ヘリウムイオンが高確率で見られる。また NGC7027 には、ハイパーダイヤモンドが存在する証拠がある。1996年には、ハップル宇宙望遠鏡によって撮影された。この観測が行われるまで、 NGC7027 は中心の構成が冷たくてガスを電離させられない原子惑星上成分であると考えられていたが現在では進化の初期段階の惑星上成分であることが知られている。中心の構成は太陽質量の約3から4倍の質量を持つと考えられている。よく知られ研究されているにもかかわらず NGC7027 は ご有名を持たない。50倍の望遠鏡では比較的明るい青い恒星のように見える。ありがとうございます。